日ご紹介するのはサロンドグローバルワーク10月発売の商品になります。今日も一緒にやっていただけるのはこの人、うっちーです。よろしくお願いします。お願いします。サロンドグローバルワークはリングジャケットさんとのコラボラインなんですが、リングジャケットさんは世界で販売されているインターナショナルクロージングブランド、おかまないで言えたまあで彼らのノウハウを詰め込んだあのスペシャルなコラボレーションが今年も発売しておりまして、FW で8、9、10と、で今回が最後のデリバリーになります。もうこの秋冬は最後のデリバリーと。はい、そうですね。なるほど。今回ご紹介する商品はウェブサイト .se ではもうすでに予約がスタートしておりまして、店頭では10月20日販売開始を予定しております。ウェブサイト .se の予約サイトでは一部今回ご紹介する商品完売表記になっているサイズとかが欠けている商品もあるんですけど、ご安心ください。発売されましたら随時在庫は追加されていきますので。あ、なるほどね。はい、いやありがたいですね。でも言ったら予約で保管していた分が終わってしまった商品があるってことですよね。そうですね、予約分が一部完売。それでは今回10月ラインナップをご紹介したいなと思います、ではまず最初にご紹介するのはもう今僕が着てるこちらのジャケットになります。こちらジャケットが商品名ホームスパンジャケット、ちょうだい 14,960 円、 S から XL の4サイズ展開、僕が着てるのがネイビーですね。でもう1色がチャコールいい色の2色展開となっております。でジャケットは比較的ちょっとゆったりとしたあのリラックスフィットになっておりまして、まあ、ポケットがパッチポケットですねと言われるポケットになっている、ややカジュアルなジャケットになっております。でこちらパンツもございまして、今僕が履いているパンツですね、こちら商品名がホームスパンパンツ8910円、 S から XL の4サイズ展開で、パンツもジャケットと合わせて比較的ゆったりとしたリラックスフィットで、ウエストにワンタックが入って裾はダブルになっております。素材がホームスパン、ホームスパン、はい、と言われる素材で、まあ、毛足の短いウールの素材ですね。で、まあ、特徴としてはウールの素朴な見た目が特徴となっております。ツイードっぽい見た目なんで、まあ、秋冬にぴったりな素材になっている。雰囲気出ますよね。そうですね、一気にこれ着るだけでもう冬の雰囲気になるセットアップじゃないですか。おしゃれやな。そうですね、これは、まあ、今年初めてで、ホームスパン自体は初めて展開するアイテムになっております。で僕はこちら M サイズをジャケット、パンツともに着用しております。で、まあ、中にドレスシャツ着てネクタイするようなスタイルでもいいですし、こちらもウールのジャケットパンツなので、それぞれ単品としても使っていただけるアイテムかなと思ってます。まあ、次にご紹介するのもウールのジャケットになります。はい、こちらですね、商品名がウールツイードジャケット、上代 14,960 円、 S から XL の4サイズ展開となっております。こちらはジャケットのみの単品の展開となっておりまして、色もこのチャコールのチェック柄のみの展開となっております。でグレンチェックの中にグリーンのペンが入ってる。あ、グリーンなんですね、はい、確かによく見ると少し色が入ってる感じですね。そうですね、のペンが入っているのが特徴のチェック柄ですね。先ほど の、まあ、僕着ているホームスパンと同様に、毛足の短い防毛紙を使っているので、まあ、ツイード独特の素朴な風合いですねがあるのが特徴となっております。オープンカフェでカプチーノ飲んでる親父がよく着てますねそうですね、こういうジャケットね、かっこいいね、青山あたりでね、はあ、足組んでね。先ほどのこの、このホームスパンと同様にこのツイードのジャケット1点だけ注意点がございまして、はい、毛足の短いウールを使っているので、お客様人によってはちょっとチクチクするという方がいらっしゃるかもしれませんので、まあ、ジャケットは中にシャツ着たりとかするんで、注意していただくのはやっぱりこの直接肌に当たる可能性のある襟周りとか袖口ですね。まあ、冬場なんで長袖着るし、シャツとかタートルネック着てもらえれば問題ないかなと思っております。パンツに関しても裏をつけてます。総裏仕様になっているので、おおむね肌当たりはそんなにチクチクしないのかなと思うんですけど、ちょっとね気になるお客さんとか
たらその辺はね、ご注意いただきたいなと思っております。で、次にご紹介するのはもう大人気の商品の冬版ですね。大人気の商品の冬版、はい、こちらになります。こちらがですね、商品名ウラキモデニム、上代8910円、 S から XL の4サイズ展開で、今までサロンドグローバルワークはデニムスラックスを展開してたんですが、やや薄手のデニムを使ってたんで、まあ、冬着るにはちょっと寒いなという印象だったんですけど、まあ、冬に履けるねデニムスラックスを開発できましたのでご好評いただいたおかげで、そうですね、冬バージョンを、はい、冬バージョンを開発しまして、まあ、最大の特徴は裏面を起毛している。あ、裏面を起毛している、はい、なので肌に当たる部分を起毛をかけてるんですね。はいはい、こういう風にですね、はいはい、なので起毛をかけてるんで肌当たりがソフト、うん、で、表面が起毛がかかってるんで、その間に空気を取り込むので、うん、暖かいという、機能としては今までやってたデニムスラックスと一緒で、色落ちしにくい綺麗なデニムを使っており、まあ、ストレッチ性もあるので履き心地は抜群というものの冬版ですね。で、フィットとしては2タックのややリラックスしたフィットで、ウエストはサロンのグローバルワーク特有の維持仕様になっているので、うん、まあ、完成されたデニムスラックスと思っております。で、あとは最後に、インナーですね、ご紹介したいなと思います。去年も大好評だった、モックネックニットですね。商品名モックネックプルオーバーニット、上代5940円、 S から XL の4サイズ展開となっております。グレージュとモックグレーの2色展開となっております。で、こちらはグローバルワークのインラインでやってるメルティーニットと言われるものと同じ素材になっておりまして、もう非常に滑らか、肌触りが良く、ストレッチ性があると。あいつですね、はい、なぜか触ると手の方がしっとりとするあいつですねそうですね、本当手がしっとりするぐらい滑らかな素材になってます。家庭洗濯可能なんで、ロンティー代わりに着ていただいて普通に洗濯機でも洗えるというのが最大の特徴ですね。このモックネックのニット、まあ、1枚持ってれば非常に便利なアイテムじゃないのかなと思っているのと、今年はまあ、インナージャケットがやっぱり先ほどご紹介したこういうネイビーだったりチャコールだったり比較的暗めのアウターとか多くなってくるので、インナーとしてはこういったグレージュとか、うんうん、このモックグレーでも比較的ライトな色味を今回ご用意しているので、ジャケット等に合わせて選んでもらえればなと。デニスラと先ほどの、そうですね、合わせて青山で足組んでいただければまたカプチーノが出てくるというような色男モックネックニット。サロンドグローバルワーク10月発売の商品をご紹介させていただきました、うん、どうですか今年の最後のラインナップ。いやー、よくもまた新作を出してくるなと学部スタートして3年経ちますけど、はい、まだ出てくるんかというふうに、ね、そうですね、まあ、今年も新しい素材で、うん、定番の形ではあるんですけど、うん、素材が変わることで新しい見え方になってるんじゃないかなと思います、うんうん、違った表情のものを今年も楽しんでいただけるラインナップとして僕はホームスパンしたいと思います。ありがとうございます。それではこのチャンネル気に入ってくれたらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。